龍徳寺は、鳥取県八津郡若狭町にある、総東州の寺院。総東州の寺院で、三号は一万里山。戦国時代末期から、江戸時代初期に、若崎家上場主として、若狭塾を治めた、山崎家盛と一族の菩提寺である。釈迦尼を本尊とし、脇仏家として、観世音菩薩を有する。広い境内を有し、 道内から庭園を眺めると、その向こうには山荘富士と呼ばれる山が一望され、家系として知られる。併設する幼稚園は宗教上層教育を行うことで有名だった。毎年の夏、寺では小中学生を集めた泊まり込みの座禅会を行っており、緑院の集いとして知られている。早々期は幼魚の戦国岩の下にあったと伝わる。 三門龍徳寺の解散は、協力二年とされている。当時、稲葉国を代表する、総統州の寺として、稲葉国西部のカノに、譲る伝寺があった。その六大住職のことゆき長祖が、八島軍の妖竜村の、戦国岩の下に道を開いたのが龍徳寺の創始と、伝わる。妖竜村には、これとは別に、天台州の号寺師寺という寺院があり、 戦国時代に一帯を支配した若桜鬼ヶ城の矢部氏の庇護を受けていた。しかし天正年間に豊臣秀吉が稲葉への侵攻を開始し、その侵入経路となった要領では戦火によって豪寺支持を消失したという。竜徳寺も、この時期に三大住職の曽山隆子院によって、八頭川を挟んで対岸の高野村へ移転し、石頭院と豪した。 その後、寺は一時的に、三倉村に、境内地を変え、慶長七年に、若崎家城の城主、山崎家盛が、山崎家の母大寺と定めて、若狭塾鉄砲町に移した。この時に三号を一万幸山とし、次号を、龍徳寺と改めた。江戸時代には、譲る伝寺の末寺に位置づけられていたが、龍徳寺自身も金坊四寺を末寺としており、 鳥取藩によって、治療を約一端を安堵された。早々期から江戸時代初期にかけて、創始者のこと行き調査を外する一派は、稲葉国や法規国各地に広がった。彼らが起こした寺院としては、岩見町の随仙寺、若桜の観音寺、加野の雲龍寺、鳥取の天徳寺などがある。境内には、山崎家盛の遺発等があり、 同じ祈壇の上に十数基の五輪塔が祀られている。三号学は月収集庫による作。また、寺に伝わる盆昇の名は、江戸時代中期の僧、免山によるもの。境内の観音堂は、西国33箇所の観音菩薩を祀っている。1991年に行われた、環境庁による自然環境保全基礎調査では、 樹高25メートル、幹の周囲6メートルになる境内の一丁の大木が、龍徳寺の一丁として掲載されており、推定樹齢300年となっている。ありがとうございます。